どうもポンシラーです。今回はいつもとは違ってちょっとした情報を皆さんにお伝えしたいと思います。ただいまの時刻が9月22日の午前1時頃なんですが、今シーズンのレートが始まって2日も経たないうちにバトルランク70に到達したんですよね。今シーズンからまたレートのポイントの仕様が変わって、バトルランク70における勝利時の獲得レーティングポイントが引き下がり、それ未満のバトルランクでは獲得レーティングポイントが引き上がったんですよね。実際に僕が PVP をやってみたところ、バトルランク69以下の時は勝利したら確定で50ポイントくらいはもらえてたんですが、バトルランク70になった途端30ポイントしかもらえなくなったんですよね。30ポイントっていうか30ポイント以上しかもらえなくなったんですよね。ということはバトルランク70以降のそれぞれのプレイヤーのポイントの差はかなり少なくなると思うので、早めにランク70に到達して、あとは初勝利やトレジャーバトルの50ポイントを毎日受け取るだけで簡単にゴッドに入ることができるんじゃないかと思うんですよね。もちろんそんな序盤からランク70に到達するのは簡単なことではないんですが、ランク60くらいまでだったら僕ボットと高確率で当たってましたし、ランク60以降もレート終盤に当たるお相手さんよりかは優しめなお相手さんとマッチングする確率が高いように感じました。しかもここに書いてあるように敗北時に失うレーティングポイントも全体的に下がってるので、勝率が 50% 以下でも何回も PVP をやることで少しずつ順位を上げることができると思います、ということですね。まあ、簡潔にまとめると、早めにランク70に行って、あとは初勝利とトレジャーで楽しようって感じですね。まあ、まだレートが始まったばっかりで、今後どんな感じでゴッドボーダーが変化していくかは分かんないんですが、少しでも参考にしていただけると嬉しいです。さあ、ということで余った時間はランク70に到達するまでに使ってたこの2つのパーティーで PVP をやっていきます。さあ来ましたね、お相手さんは人造ですね。めちゃめちゃ強そうなんですが、青属性がいないんで、これはベジブルがめちゃめちゃ刺さってますね。さあよろしくお願いします。離れましょう。射撃撃ってみるか。うお、なんか入った。さあ射撃撃って、ここでどうしようかな。バニューバイ使うか迷うけど、まだ使わなくていいか。さあクイックタックからドロソクダウン、ちょっと強いな。射撃しようか。痛い。射撃はしっかり特殊反応していきましょう。 OK。 ちょ、痛すぎないか。セミちゃんなんか火力やばくね。とりあえず反転してカバチェン向こうをつけて殴っていきましょう。さあそっちが出てくるのはめちゃめちゃでかい。おじさんは出てこないのかな。出てくる。これはもう飛ばしちゃいましょうか。メイン切ってコンボ補正も外して、打撃から究極で落としていきましょう。さあバカ野郎ごく何もしてないけど大丈夫かな。これ560万やばすぎ。火力ぶっ飛びすぎでしょこの子。跳ねましょうか。ピュンピュンしておいて、ピュンピュン。オッケー、最速取れちゃったけどこれ倒しちゃうね。いや交代禁止来ちゃうなこれ。ただバニ回復したんでどうにかなるかな。まだライジングも溜まってないと思うし、けど痛いな。跳ねるか。2連、3連有事してくるか。してこない。オッケー、危ね。ちょっと待って、全体ダメージだけでさ俺なんか死にそうになってんだけど、射撃打ちましてなんか入ったんでこれは勝ちでしょう。危ない危ない。さあバカ野郎で決めようかな。メイン切って、まあ落とせるでしょう。オッケー、お相手さんはコウさんと。これコウさんショットめっちゃかっこよくね多分。ほらめっちゃかっこよかった。何今の。初めて見たんだけど。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは。なんだこれ、体力5枚乗せにクーマンドグルード来たんだけど。ガチか。楽しみすぎでしょレジェンズ。さあよろしくお願いします。離れましょう。回避見て射撃打って、通常で抑えておいてバニ回復してますね。おっと、通常で抑えてくれる。オッケーオッケー、うまいなこの人。回避見て射撃打って、そのまま行きましょうか。速圧してるか。これ勝ちたいな。はい、酔いこらせ。オッケーオッケー、しっかり勝ったんでこれは1体持ってけますね多分。外して打撃打っちゃいましょう。オッケー、さあ出てきた。体力5枚乗せリクマンドグルド。硬くね、めちゃめちゃ硬くね。なんかいや、ヤムチャはめちゃめちゃ柔らかいわ。いや面白いなマジで。まあ、ここはヤムチャ落としましょうか。ちょっとかわいそうだけど容赦なさすぎて。さあ離れて、これライジングかぶせてもいいな正直。やってやるわ、やってやるわ。ダーン、うわ、おう、なるほど。突っ込んできてくれたおかげでドカバキになりまして、おりゃよし。
うまっ、それは勝てないわ。まあまあコンボ取られちゃいましたけど、ここはカバチェンしていきましょう。オッケー。さあリクマンドグルド出てくるかな。出てきた。450万、やばすぎ。いやガチ勝てえ、なんだこれ。さあ射撃撃って見られちゃったけど、何してくる。アマキャンはずらしまして、オッケー。さあコンボ取れたんで、ここは極振りで殴りましょうか。削れねえんだけどこれ、何これ、マジ削れない、硬すぎる。これライジング打たなかったらマジで落ちないぞ。ガチ勝て。さあフリーザにチェンジして、うーんマジで硬いな。ヤジロベ落としましょうかとりあえず。なんだこれ。いや僕の極振りフラグ結構火力寄せにしてるんですけどね。さあこっからどうなるか、跳ねましょうかとりあえず。回避見て通常でいいかな。回避見て通常押しておいて、こっちにチェンジしましょうか。あ、そっちが出てきた。そしたらこっちもゴジブル君にチェンジしましょうか。あ、また引っかかるのか。突っ込みましょう。オッケー。さあコンボ取れたんで、まあさすがに有利属性なんでこれは落ちますね。オッケー。お相手さんはコウさんと。いやでもめちゃめちゃ硬かったな。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーですね。さあよろしくお願いします。ハンナルマショー、キャラチェン打撃はしてこなさそうかな。射撃は総裁して通常で抑えておきましょう。跳ねて、あぶね、怖い。おお、様子がおかしい、様子がおかしいですね。さあ最速取れたんでとりあえず殴っていきましょう。いや気力回復ないんだよね、タックル。うーん、そこはついくか。うーん、まあ避けられちゃうけど記録減少で受けれるかな。ロゼの滝も回ってないんでね。何の外しですかそれは。いや痛え、痛え、これ滅びの時だ。メイン、ちょ危ない。いや許さん。オッケー、ザマスの待機回ってないんで究極で落としていきましょう。いや落とすよそんなの。うちのベジブル君舐めてもらっちゃ困ります。いやガチでロゼ強すぎるな、火力が。カウンターしたかったんですけども、オッケー、打撃残ったのでっか。いや即回避するよね、オッケー。さっき即回避してたんでね、よし勝てる。危なかった、バカ野郎。ワンパンというか落とされた時はどうなるかと思ったんですが、これは大丈夫だと思う。いや圧持ってこれないの、最悪。これ正直カバッチェンしていいな。オッケー、回復聞こえた、危ね。さあバニー回復もしてチェンジもして殴れると、そっちが出てきたらもちろん必殺で落としていきましょうか。よしよしよし、おー怖い。全部即回避かな、全部即回避か、危ね。即回避見て OK。 さあコンボ取れたんでこれは勝ちでしょう。